おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。いやどうも。ご無沙汰してます。ご無沙汰ですね。自殺知らんけどにしたんですね。ああ、今日はね、はい、これやっぱ誕生日お祝いでいただいて、ちょっとお気に入りなのでね。あ、そうですね、はい。ファイナルファンタジーはやってる。はい、やってますね。はい、いやー今ね、もう爪のところでもう足りないものをかき集めてる状態で全然進まないんですよ。はい、ですからまあステイホームに関してはもうこれをやっていれば間違いないのと。なるほど。はい、いう感じですね。じゃあ普段楽しく。はい、もう楽しくやってます。はい、今ちなみに今日僕らあのとあるね番組の打ち合わせというか。はい、で初場さんのお家にお邪魔してるんですけども、はい、タレントさんがテレビでこんな番組出たいなっていうふうに口で言った方がいいよって先輩に言われるそういう場面が僕見るんですね。ああ、はい、なので初場さんも出たい番組をここで言っちゃおうみたいな。でも俺恥ずかしがり屋だからね。恥ずかしがり屋なんですか。やっぱりねテレビとかはねやっぱり、はい、なかなかちょっとなぁ。いやいやいや、恥ずかしいじゃないなって。いや出てほしいですよ、こちらとしてはね。出てほしいですよ、ファンも見たいと思いますよ。いやでも恥ずかしいじゃない。一応でも解説のね、野球の仕事はしてるんで。だからね、解説の仕事の時も、はい、顔出しというね、はい、ところがあるんだけど、あ、はいはい、昨年はね、ほとんどなかったんですよ、顔出しっていうのが。あ、そうです。だから全然良かったんですけど、はい、今年はね、やはり顔出しがあるというので。いいじゃないですか。いや、すごい緊張するんですよ。で、やっぱ恥ずかしいんですよ。なんで恥ずかしいですか。あんなたくさんのお客さんの前で打席立ってる人が。いや、なんかね、恥ずかしいんですよ。はい、でも言っときましょう。これはもう、言って形になるかもしれないんで。あー、でもね、今、なかなかテレビ、うん、どういう番組がね、あるのかっていうのもね、そんなにわかんないじゃない。ちょうどですね、僕買ってきましたね、いろいろ雑誌をこのようにあれいろいろすごいね、お前。はい、この中で、出たい番組、まあ、3つい、ね、はい、そういろんなテレビ雑誌ってあるんだね。ありますね、今ね。今ほら、ね、結構こういうのじゃなくて携帯で見たりとかね、多いんですけどね、うん、でもやっぱりテレビって、まあ憧れるものも、はい、ね、確かにあるけどね、はい、うん、あ、そうですか。いや、それ憧れはありますよ。一個、もうじゃあ一番出たい番組なんてあるんですか。いやー、今パンって言われるとなかなか、ですよね、出てこないよね、うんうん、なんでちょっとじゃあそれどれでもいいんで、見ながらおで、僕らスタッフも初場さんにこんな番組出てほしいなっていうのを、まあ、3つ選びますし、うん、で一応今実は奥さんにもこんな番組出てほしいなっていうのを3つ選んでもらってるんで。あ、そうなんだ。はい、ちょっとそれをちょっと上げてみましょう。あ、じゃあやってみます。はい、はい、ではですね、一応そちらのテレビ雑誌の中から初場さんが気になる3つの番組教えてもらいたいんですけど。いやでもね、気になるっていうのはね、まあこれだけね、いろんな番組があるからさ、はってこうなかなか難しいんだけど、いや逆に、はい、スタッフはどういうふうにどういう番組出てほしいのかなとか。僕ら先に、あ、じゃあ、じゃあ3つ言いますよ、うん、まあ、僕は一番最初に思ったのは、うん、まあ、初場さんお酒が好きなんで、うん、お酒が飲めちゃう番組があるんですよ。うん、ひとし松本の酒のつまみになる話、リアルにお酒飲んで、うん、それでお酒のつまみになる話だったら話していいよっていう、うん、でもね、それはお酒飲みながらだから危ないよね。結構危ないですよ、でも、うん、はい、まあ、でもそういうのはね、面白そうだなっていうのは思うかな。私はまず初場さんのキャラクターの良さをとか、やっぱりそういう人柄とかをちょっと知ってもらえる系の番組がいいなと思ってて、それでなんか人生が変わる1分間の深い話とか、そういうのいいかなと。あれも結構ね、内容が素晴らしいもんね。そうですね、うん、あ、まあ、そういうのも、うん、まあ、ありなのかなとかね、はい、うん、実は私ちょっとなんか少し番組の制作のお手伝いをしたりとかしてるんですけど、スカットジャパンってフジテレビで、そこでなんか例えばなんですけど、津田寛治さんとか、 なんか木下ほうかさんとか、 なんかこうキャラ持ってやってるじゃないですか、 なんか馬場課長とかあったりとか、 なんかそういうなんか一つ勝さんのキャラのなんか持ちたいな。
お芝居の方で出るんですか？お芝居え、番組じゃなくて。それはなんか恥ずかしいじゃん。お芝居の方で出るってことですか？初芝新スカットみたいな。なるほど。結構ね、その、まあ、そうスカットジャパンって、うん、その最後にこう相手をギャフンと言わせるっていうような、うん、あの番組でしょ、うん、結構ね、YouTube で、うん、あの結構見ちゃうのが、うん、なんかそういう最後に逆転するような、うん、やつをよく見るんだよね、うんうん、だからそれは見るのは興味あるけど、出るっていうのはなっていう。いやでもこれも、もし仕事で、うん、お仕事来たら、いや、まあ要検討。出てください。その突破ファイルにほら、あのぺこぱさんとかと出演した時に、うん、あの内村さんが、あの初芝さん芝居うまいなとおっしゃって、あうちゃん、そうだなねえ、やった。スカットジャパンって内村さんの番組じゃないですか。あ、確かに、うん、ね、だからそれでぜひそのままいいかなと、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ初芝さんは、うん、俺はね、はい、まあ、やっぱりそう今言ったお酒っていうところもね、はい、あの好きなところがあるので、うん、やはりこう今千葉に住んでいるから、うん、やはりその千葉のね、その地元の人気がある、やっぱり愛されている、そういうようなお店に行って飲みながら語りたいっていうような、うん、ざっくりやけどね。あ、番組っていうよりはそういう企画をやってる番組に出たいってことですね。っていうこと。あ、なるほど、うん、それが一つ。それが一つかな、うん、でそれとやはりあの所ジョージさんの番組が好きで結構見るので、だから所ジョージさんのやっている番組に出てみたいなっていうのは。所ジョージさんラブコールが、うん、やっぱり、はい、やっぱ見てて面白いもん。ああ、そうですね、番組が、うんうん、だからまあ所さんのそこんところとかね、はいはいはい、うん、ビデオ撮ってみるぐらい。ああ、うん、そうなんですね。そうそうそう、ね、だから本当もう面白い番組だもんね、あれね、はい、これ知らない一面ですね。ね、初田さんが所さん大好きっていうのは。ね、あ、でも初田さんがなんか好んで見る番組っていうのをすごい聞きたいですね、うん、まあでも、あとはね、はい、あのスクール革命をおうおう、あの毎週ビデオに撮って、はい、欠かさず見ております。あれ、あれも内村さんですよね。あ、そうですね、はい、そうですよね、本当なんかご縁があれば。で、でもね、スクール革命さんもね、平成ジャンプさんと、ね、内村さんと山崎さんとね、はい、その本当にこうコラボして、ね、いい番組ですからね、はい、なかなか自分が出るっていう類じゃなく、いやいやいや、ね、出てほしいです。いやいや、なかなか、ね、出るっていうことを考えると、やはり好きなね、ゴルフのね、はい、番組とか、はい、うん、まあ、あとは動物、あ、特に猫。猫好きですよね。ね、戯れたいとかね。猫。猫に戯れたい。そういうのにはなんか出たいなとは、はい、うん、思うかな。なるほど。わ、うん、かりました。まあ、僕もう、もう一個あったんですけど、これ真逆ですね。真逆？真逆でした。もう一個ね、あの、逃走中で。走れない無理、逃げ切ってほしいんです。逃げ切れないよ。いや、なんとか。だって足遅いんだから。いやいや、絶対に逃げられるわけない。子供も出てるんで、あれは、うん、いや、子供の方が早いよ、足。、うん、ぜひもう張ったり足で見返してほしいですよ、僕。じゃ逆に逃げる方だよね、ハンター。逃げる方です。ハンターで出るの。ハンターだったらもっと足早くなる。そうですよ、うん、まあね、あの逃走中もね、見てて面白いよね。面白いですよね、はい、うん、もうぜひね、もう逃げ切ってみんなのヒーローになってもらいたいなと。まあでもね、足が速いから逃げ切れるかっていうものでもないからね。そうなんです。まあでもそれは、うん、なんか面白そう。あ、本当ですか、ね、うん、ああ、ぜひぜひ、じゃあ逃走中のスタッフの皆さん、初芝教授よろしくお願いします。話聞いたら出てくれますよね。検討します。
なんかこう、まあ、生き物って言えば生き物なんだけど、うん、やはりこう全然釣りとかしたことがないんだけど、だからそういう海とかで釣りっていうものはどういうものなのかなっていう興味はある。あー、いいね。釣りをやったことがないから、はい、うん、初島チャレンジ。あ、やったことなくてもやってみたいなって感じなんですか今？なんとなく。へえ。うん、多分今やりたいっていうんだったらうんってなるけど、でもやったことのないことをチャレンジできる番組っていう。ああ、面白いかも。なるほど。そういうのがね、あればなと思うけど。ちなみによくね、あのタレントさんが NG にしてるものでバンジーとかあるじゃないですか。うん。それは来たらやりますか。いや、だから今言ったようにやったことがないものはね、バンジーはね、チャレンジっていうものはね、オッケーの顔してませんよね。いや、オッケーですよ。オッケーなんですか。オッケーです、やりますよ。いや、これは NG の顔だな。やりますやります。カメラ止めたら NG だろっていう。いえいえ。ありがとうございます。